貯金額はまあちょっとずつこう増えていっていると。楽天マラソンだったから安くお得に売られてたからポチってしまったそうです。まあでも我慢はしないっていうのはやっぱりすごいですよね。うん。まったまショップです。今回の動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ということで今日もやっていくんですけど、本題はこれぐらいの時間からやりますので、それまではちょっとブログスタイルをやりたいと思います。おはようございます。朝のルーティンがあるので、まずそれをやります。よいしょ。そう、冬の間は乾燥しちゃいますからね、こういうの大事ですよ。ふるさと納税で頼んだやつが来ましたので開けてみましょう。よいしょ。お、イクラ、イクラ、うわーすごい。イクラの醤油漬け、紅葉水産株式会社さんからいただきました。今いただきましたというか、イクラっていうのもローマ字にするとなんかかっこいいですね。ですね。おー、はい、お待たせーす。はい、ということで準備が終わりましたので今回の本題に入っていきたいと思います。1年前ぐらいにその僕の彼女が元散財だったんですけど、そこから貯金ができるようになったみたいなお話をシェアさせてもらったと思うんですね。あれから1年経ちましたけど、その彼女が今どういう風になっているのかっていうのをちょっとシェアしつつ、じゃあどういうことを意識してるかみたいなことをちょっとシェアできたらいいかなっていう風に思ってます。なので一人でも多くの人の参考になってくれたら嬉しいなと思って今回の動画シェアしてみようと思います。で、まず結論から言うとですね、会社からこっちの口座に毎月6万7千円振り込まれるように設定をしていってっていう感じでやってて、で貯金額はまあちょっとずつこう増えていっているということですね。ボーナスってもう完全になくなった感じあるわけないじゃん。すいません。はい、という感じでかなり厳しい状況だったそうなんですけど、でもその中でも100万以上貯金しているというところで、はい、すごいですよね。どういうことだったのっていうのをちょっと聞いてみました。はい、なのでちょっとこれメモにまとめておいたんでちょっとシェアしてみますね。じゃあまず一つ目ですね、貯金は意識的にやったことって何ですかっていうことなんですけど、一つ目に先取り貯金っていうのをやってるみたいです。まあ、これ前の動画でもシェアしたと思うんですけど、その会社からお給料が振り込まれますってなった時に、こう完全貯金用の口座とあとこっち の生活費用の口座で分けています。で彼女は最初からそのボーナスは期待していないというところだったんで、そう、ボーナスは、まあ、出たらラッキーぐらいにしか思ってないんですって。なので日々の生活の中で貯金をしていくっていうことを意識していったそうです。残った分で生活費に当てていくっていうスタイルをやっているそうです。減った状態でそれを生活費にするわけなんで、じゃあ結構我慢しなきゃいけないんじゃないのって思うわけじゃないですか。そうで、我慢したことなんかあったっていうふうに聞いたらですね、でも特に我慢したことはないと、まあ強いて言うなら海外旅行っていうふうに言ってました。そう、まあ、確かにこのコロナの状況で海外に行くっていうのはもう今年はゼロ回だったんで、まあそれは確かに我慢ですよねと。よく考えたら確かにそのコロナの状況でその飲み会だったりとか、なんか集まってイベントをしたりとか、何かそのイベントに参加したりとかっていうことはまあもうできなくなったじゃないですか。そうなのでそういった部分がまあ自然になくなっていって、まあ貯金が自然にできるように我慢せずにできるようになったのかなっていうふうに分析してましたね。はい、じゃあ他にこうやったことはありますかっていうので2つ目なんですけど、家計簿をつけたっていうことを言ってましたね。そう、何に使っているのか、何にいくら使っているのかっていうのを常に把握できるようにしているっていうことを言ってました。具体的に財務っていうアプリを使ってやっているそうですね。まあ、ただそんな彼女も反省点はいろいろあるみたいなんで、それをちょっと聞いてみました。まず一つ目が、ストック買いをしてしまったっていうこと言ってましたね。必要なストックってあるじゃないですか。例えばトイレットペーパー必要な分だけストックしておくとか、あとは洗剤を必要な分だけストックしておくっていうのはあるんですけど、その必要以上なストックをしてしまったっていうのは言ってましたね。うん、
例えばですね、ここ、今年の4月ぐらいに買ったんですけど、この、手袋ですね、ポリエチレンの手袋だったりとか、これも極薄手袋ってやつなんですけど、これ緊急事態宣言の時に買ったやつなんですよね。でストックしてるんですけども、これ多分もう存在も忘れちゃってるんじゃないかなっていう風な感じなんで、そうこういうのもストックですよね。で、あとはこういうところですね、シャンプーだったり、こういう洗顔ですかね、このシャンプーですかね、とりあえずこういったものなんかも、ストックしていると。あとここにもありましたね。そうなので、以上こんぐらいのものをこうストックとして持っているというところで、まあ確かにそう、ここは彼女が反省している部分でしたね。あとはですね、この上の部分に行くとこういう感じで水をストックしてるんですよね。あとこっちにもあるんですけど、これは非常用なので、はい、これは OK なんですけど、こういった 500ml をこれだけこう用意していると。最近彼女はすごく水を飲んでるんですよ。なので、まあ、これだけわーってあってもどれぐらいで1ヶ月ぐらいにはもう多分なくなってる、消費してるんですよね。そう、1日3本ぐらい消費するんで。ペットボトルたちっていうのがこの2539円で買ったやつなんですけど、それが消費する前にこの4552円でもう1回水を買ってるんですよね。そうで、これはなんで買ったかって言ったら、楽天マラソンだったから、安くお得に、売られてたからポチってしまったそうです。でもそういった出費、例えばここで買ったのにまたすぐ買っちゃって、この間にもう7000円も水に使っちゃってるなっていうのを意識できたそうです。でさすがに1日3本、ペットボトルを消費していると、まあゴミも出ちゃいますし、あとこうストック、その場所もめちゃくちゃ取るじゃないですか、っていうのを彼女が反省したらしくてですね、僕が今こういう浄水ボトルを使っているように、ブリタの浄水ボトルっていうのを注文したそうです。そう、確かにこれがあれば場所も取らないですし、水をガンガン入れて飲んでもいいですし、その水をストックしすぎちゃう、だから必要以上に買ってしまうっていうのも防げるしっていうことで、ゴミも減らせるしね。あ、ゴミも減らせますしね、うん、そうなので、一石何鳥っていう感じで、そうこれに切り替えたそうです。まあ、でもそれができるようになった、まあ、それを反省として生かせるようになったのは、やっぱ毎月こうやってね、家計簿をつけているからだと思うんですよね。で、あと次の反省点は、コロナの環境でお店に行ってゆっくり吟味をしてっていうことがなくなった代わりに、もうネットでさーっと見ていたら、あ、これ欲しいと思ったらポチって、やっぱやりやすくなっちゃったんでしょうね。そうなので、その衝動買いは増えたっていうことは言ってました。の3つ目なんですけど、安いから買うっていうこともやっちゃったそうです。はい。で、例えばじゃあ何を安いから買ったのかって言ったら、服と日用品ですね。この2つを安いからポチっちゃうっていうことは言ってましたね。例えば楽天マラソンとかで、もつ鍋で1個4200円のやつがあって、それが3つで買うと1個分がタダっていうもつ鍋があったんですよ。で、まあ、それだけでもこう結構高いじゃないですか。いい値段するじゃないですか。4200円みたいな。で、それをお得だからっていうことで、まあ、ポチーンってやってしまったということですね。まあでも結果的にね、美味しかったんで、まあ、すごいありがたかったよかったんですけど、安いから買うっていうことも、なんかそのちっちゃい、まあやりやすいんで、まあそれはやっちゃったっていうのが反省点として挙げられてますと。あ、インスタからね、服は外した。うん、あ、なるほどね。目に入らなかったら、その衝動って駆られないからね。確かに、だそうです。そうなので、この動画見てくれてる人で、なんかついついポチっちゃうんですよねとか、なんか節約したいんですけど確かにストック買いしちゃうんですよねっていう人たまにはいると思うんで、なんか日々こう家計簿をつけて何にいくら使っているのかで、あ、これちょっと使いすぎちゃったなって思ったら、それの対策として、その衝動買いしてるやつは見ないようにするとか、そういった環境づくりっていうのをすれば、どんどんその我慢せずに、無理せずに貯金額っていうのは溜まっていくかなっていうふうに思います。はい、ということで、ボーナスがゼロの状態で100万円以上を貯金した彼女に、意識していることとやっていること、そして去年の反省点、それぞれ聞いてみましたけども、いかがだったでしょうか。そう、ちょっとでも多くの人の参考になってくれたら嬉しいです。はい、ということで、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。はい、ありがとうございます。ご協力いただいて。